こうやってもうまんべんなくハムを行き届かせる。ほらほら、どうですかこれ。はい、どうもルイオミさんです。ということでですね、さっき起きたんですけども、我々の方やっていきたいと思います。僕シラフなのでちょっとテンション低いんですけど、挨拶だけテンション高いですけどね。シコシリーズ、そして今回作るのはですね、サンドイッチですね。シコのサンドイッチはね、今のところレシピ3種類あるんですけども、1つは前あった卵サンド、かなりリピーターが多い傑作なんですけども、今回はですねハムレタスサンドですね。これを僕なりに解釈して最強に美味しいハムレタスサンドができましたんで、これ解説しながらですねやっていきたいと思います。ちょっとね火を使わないので飲む場面が少ないんですけども、それだけが本当不安なんですけど、頑張って飲みながらやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料紹介いってみたいと思います。これも今日は全部揃えちゃいました。パンですね、6枚切りの、僕長熟が好きなんで長熟を使います。6枚切り2枚。サンドイッチだと8枚切りを使うのが多かったりもするんですけど、今回は、中身のボリュームが結構あるのであえて6枚切り使ってます。レタスが2枚、大体ね 50g ぐらい、結構たっぷりめに使います。はい、ハムが1パック4枚ですね。 40g ぐらいのものです。スライスチーズ、ハムチーズレタスサンドになりますね。だからね、スライスチーズが2枚。調味料でブラックペッパー、コンソメ、マヨネーズ、豆乳なければ牛乳でもいいんですけども、おすすめは無調整豆乳です。牛乳でも代用可能です。わさびですね。あとバター。以上の食材でやっていきます。はい、それではやっていただきたいと思うんですけども、全然ろれつが回らない。ろれつが回らない時って皆さんどうしたらいいか、皆さん分かりますかね。饒舌にしていかないと、やっぱ料理動画ってやっぱ滑舌が一番大事じゃないですか。滑舌が一番大事じゃないですか。噛んでる動画ってやっぱり見にくいですよね。だから今回はですね、滑舌が良くなるコツを皆さんにお示ししますので、アルチューマシーン。丁寧な暮らしにはね、こういうアイテムが不可欠なんでね、ソーダを満たしていきます。ということでいただきます。乾杯。ということで茶番は終わりにしてやっていきたいと思います。まずですね、レタスなんですけども、洗ってください。でここ重要なんですけども、洗ったら、やっぱあのレタスって水滴がついてるんですよ。広げてですね、水気拭き取ってください。水気があるとボケますんで、味が。キッチンペーパーとか布巾とかで水気を拭き取ってあげる。これ重要でございます。そしたらね、レタスはね適当にちぎっておきます。で、レタスね結構使います。今回は、はい、こんな感じでねちぎっていきますよ。大体のハムサンドっていうのはこれがそのまま入ってるんですよ、ハムがね。なんですけども、僕のハムサンドはちょっともう僕流なのでちょっと違います。ハムを千切りします。後で作るですねマヨネーズソースがあるんですけども、マヨネーズソースが千切りしたハムに絡んでてね、非常にジューシーになるんですよ。これね、切り方で味が変わるっていうすごく最たる例なので、こっちにねちょっとほぐしてくださいね。ここにですねマヨネーズ大さじ2杯、大さじ2、これぐらいですね。なんで豆乳を入れるかっていうと、ちょっとねマヨネーズだけだと硬いんですね、このねソースがね。今回はちょっとジューシーに仕上げたいので、豆乳を入れることによりマイルドに、大さじ1杯の、豆乳、これ重要です。そしてコンソメですね、3分の1杯ぐらい。黒胡椒、これ思ってるね、2倍ぐらい。これわさび重要です。4センチぐらい、これ好みなんですけども4センチぐらい入れてください。わさびが入ることによってすっごく、爽やかなソースになりますんで、で、こうやって混ぜていく。ここまで来たらもうほぼできたようなもんですよ。バターなんですけども、さっきまで冷蔵庫に入ってたのでちょっと硬いので、こういうバターを塗る場合はね、レンジでね10秒から20秒ぐらい温めていく。今日香り飲んでないけど大丈夫かな。これで燃えるわ。朝も聞かせてあるからね、香りが高い。すごくおつまみに持ってこいですね、これね。 YouTube やるようになってから香りで飲めるようになったと一番の利点だと思う。おつまみに困んない。朝食ね、これ2枚ね。パック引いてください。あとでね、包みますんでね、柔らかくなったバターをバターっと塗ってください。バターをバターっと塗ってください。バター全部塗っちゃいましょうね、これね。これね、なんでバターを塗るかって皆さん知ってますか。これ具材の水分がパンに染みてふにゃふにゃにならないように塗るんですよ。これオリーブオイルとかでもよかったりもするんですけども、水分がパンに染みるのを防ぐっていう意味なんですね。ハムさん非常にね美味しいんです、これ。ハムを千切りしていることによって、ハムの間にこのソースが入り込んでですね、非常にハムがジューシーになって、端っこまでハムがいるんですよ。端っこまで具がないサンドイッチをこれまで一番憎んでるんで、最後の部分、あ、なんかここ具全くねえなと思った時ありません皆さん。そういうの撲滅したいので、こうやってもうまんべんなくハムを行き届かせる。レタスはねこっちにね乗せちゃう。よかった、レタス
多かったね。まあでも、でもね、多分ね、大丈夫。こんぐらいこんもりしちゃってもね、だってレタスサンドだからレタスはね、いっぱい入ってた方がいいですもん。はい、チーズ。これ本当はこっちにもチーズやるんですけど、結局、芯入れば同じなんで。こんな感じですね。そして、こう。そして、こう。ラップ巻いたらね、最後にクールになりますから。で、ラップをしてあげた方がですね、後で崩れにくくなります。包丁でこう小刻みに動かしながら切っていきます。で、ラップが最後まで切れるまで最後まで動かして、ほらほら、どうですかこれ。そしたらね、盛り付けて完成。こちらですね、至高のハムレタスサンド完成でございます。いいですか、じゃあ食べます。いただきます。飲めるんですよ、実はね。あ、うん、これだよ、俺の求めてサンドイッチ。これはマジでうまい。ソースが最高に美味しいですね。チーズの旨味、ハムの味、レタスの食感、三位一体となって完璧なクオリティになってます。これは特にね、味を決めてるのがソースなんですよね。ちょうどいい塩梅でですね、全体をまとめ上げてくれてるんです。ふわっとくる。あ、サビね。やっぱりハムはね、千切りにしてソースと和えた方が味の辛みが断然違います。一度食べてみてください。ということで、スタッフチャンス、今日もハイボール。これはこれはハイボールと言えない。あざっす、あざっす。あー、久々に飲んだ。うまっ。いただきます。うん、ハムとレタスのバランス超いいですね、うん、結構黄金比、ハムとレタスとチーズのコントラストが、わさびでさっぱりですし、ロコショウも効いてますし、スパイシーなソースがかなりね、味をまとめる役割を買ってるんですよ。これはスパイシーだからどんどんいけます。いけるでしょ。全部酒飲みの味にしちゃう。魔法使いな。酒柱だから。6枚切りがちょうどいい。1枚切りだと具が強くなっちゃうから、それぞれがちょうどいい、うん、絶妙なバランスですね。そうそう、意味もわざと残してるんですよ。ちょっともったいないから、具の方をちゃんと強くすることによって耳まですごく美味しくなる。ごちそうさまです。全部ということで、本当にね、永久保存版のねうまさだと思ってます。あと収録が3本残ってるんで、これで失礼したいと思います。ぜひ作ってみてください。そしたらちょっと柔らかくなったバターをバターっと塗っていく。さすが、うん、よ、うん、まあね、お笑い第7世代だからさ。先生、最近第7世代って言われてる。こう、皆さん、勘違いしてる方多分1割ぐらいいると思うんですけど、この動画はお笑い動画ではなく、お料理動画なんですよ。